シューセッツ州セーラム1791年、サンプラーキャサリンアンスピール作理念に、シルク糸で刺繍フィラデルフィア1805年サンプラーは、刺繍技術の実習と披露を目的として作られた刺繍作品である。サンプラーには、アルファベット、人物や動植物、モチーフ、装飾的なボーダーなどが刺繍される。制作者の名前や日付が縫い取られていることも多い。 サンプラーという語は、ラテン語のイグゼンプレム、例、お手本に由来する。現存する、最も古いサンプラーは15世紀から16世紀の間に制作されたものである。当時はまだ印刷された図。針仕事をする女性は、気に入ったデザインの刺繍を目にするたびに、それを手本として刺繍見本を刺し、将来の参照例として役立てるため一枚の布にランダムに刺し加えていった。 一人の女性が生涯にわたって刺しためたステッチやデザイン見本の修正、それがこの時代におけるサンプラーなのである。16世紀のイギリスのサンプラーは15の23センチ幅の細い帯状の布で作られている。布が非常に高価であったため、この時代のサンプラーは布の表面いっぱいに見本が刺繍されている。これはバンドサンプラーと呼ばれた。 当時から高く評価されていたので、しばしば遺言書の中にも記録されており、代々の子孫に受け継がれた。バンドサンプラーは、様々な刺繍技法、糸、装飾素材を用いて製作された。多くは、絹や金属の刺繍糸を用いた、繊細な色使いの非常に凝ったもので、ハンガリアンステッチ、フロレンタインステッチ、テントステッチ、クロスステッチ、ロングアームドクロスステッチ、 トゥーサイデッドイタリアンクロスステッチ、ライスステッチ、ランニングステッチ、ホルバインステッチ、アルジェリアンアイス,ステッチ、ボタンホールステッチなど様々なステッチが用いられた。サンプラーには、また動植物や気化学模様の小さなデザインの見本も含められ、20色もの糸を用いて刺繍されたものもあった。クロスステッチアルファベットサンプラーエリザベス・レードマン作1760年。 最初の図案集は1523年に出版されたが誰でもが入手できるものではなかったことから多くの女性にとってサンプラーは依然として刺繍する際に最も広く利用される資料であった。制作年が記されている最も古いサンプラーはロンドンのビクトリアアルバート博物館が所蔵しているジェーン・ボストーク作のものである。彼女はこのサンプラーに 自分の名前と共に1598年と制作年を刺繍している。サンプラーに言及した最も古い資料は1502年の記録まで遡る。これはエリザベス・オブ・ヨークの家計室質である。そこには7月10日、トマス・フィッシュにサクランボジャムをロンドンからウィンザーまで運んだ、そして王妃のためのサンプラー用の一エルンのアーザブの代金としてと記されている。 17世紀になるとサンプラーにボーダーが加えられるようになった。そして17世紀の半ばまでにはアルファベットサンプラーが一般的になって宗教的、道徳的な引用句が刺繍されるようになりサンプラーは整然としたものになった。18世紀までにはサンプラーは見本が1枚の布のあちこちにランダムに刺繍された初期のサンプラーとは全く違う性格を持つものに 変化した。技術を記録する目的というよりは、それまでに学んだ知識を披露するためのものに変わったので、ある。このようなサンプラーは察しての美徳、学習の成果や勤勉さの証とされ、少女は幼い頃から刺繍技術を学ぶようになった。手芸店のキットや図案セット、そして多くはインターネットやデザイナー個人の E メールを通じて販売されているパターンを使って、 サンプラーは今日も広く製作されている。一つのステッチだけを用いたシンプルなものから15から20種のステッチを用いた複雑なものまで様々なパターンが用意されている。デザインも歴史的なサンプラーから厳密に図案に起こしたものから現代的なものまで様々なスタイルのものが見られる。オリジナルのサンプラーの色だけでなく間違いまでそのままコピーしたリプロダクションのサンプラーも 販売されている。サンプラーの素材として、布は、アイダ、イーブンウィーブ、麻、木綿、合成繊維など、そして糸は、木綿糸、剣士、レイヨン、ビスコース、メタリックの糸などが使われる。フォドリー、マーガレット、デボラ・ブラウン、ザ・ブック・オブ・サンプラーズ、ストリート・マーティンズ・プレス、P16、プリビパース・イクスペンス,ス・オブ、エリザベス・オブ・ヨーク。 ワードローブアカウントオブ、エドワード4、パート X、プリビパース・イクスペンススサンジュライ、1502から23オーガスト、1502、エントリー16。ありがとうございます。